遠く2万年前から人々が暮らし営んできた高槻。町の記憶の中に姿を現す多くの人々はどんな音色のシンフォニックポエムを奏でたのでしょう。浜田武高槻市長がコンダクターを務め、悠久の物語を読み解きます。時のシンフォニックポエム。天正10年6月2日、本能寺の変で織田信長が討たれたという一報を受けた羽柴秀吉は、岡山から奇跡的な速さで駆け戻り、高槻の天神の馬場に本陣を構えました。世に言う中国大返しです。市長、はい、天神の馬場というのはこの近くなのですか？そうです、この上宮天満宮の南から、西国街道のこの交差点あたりまでがこう天神の馬場と言われてまして、はい、まあ、ちょうどあの交通の要衝で、その当時はこういろんな人がこう集まりやすい場所だったんですね。秀吉は、本能寺の変が起きた10日後の12日には、富田に到着して、その翌日にはこの天神の馬場の方で布陣をします。秀吉が本陣を構えたことを示す石碑がここ上宮天満宮の境内の一角にあります。秀吉はこの天神の馬場から西国街道を通って山崎合戦へ出陣しました。天神の馬場から大山崎に至るこの西国街道なんですけども、もう秀吉型の陣馬で溢れたというふうに言われてます。まあ、この天神の馬場はまさに戦場のもう入り口なので、はい、あの秀吉の天下取りというのがこの天神の馬場から始まったんですね。その時高山右近も一緒だったのですか？そうですね、右近は軍議の席で、まあ、戦場に近い城主が先鋒だというふうに主張したそうです。まあ、あの先鋒というのはあの一番あの強い武将がなる、まあ、武将の花形なんですけども、まあ、あの戦の勝敗を、まあ、左右しますので、まあ、相当な覚悟でこの主張をしたと思います。キリスト教信仰者としての右近とは別の顔、武将としての高山右近の意気込みが感じられますね。そうですね。この時京都の大山崎方面ではすでに昇龍寺城周辺で明智勢との小競り合いが始まっていました。右近は西国街道を進軍し大山崎の町に入るとくぐり抜けた門を閉め、他の武将の後続を立って手柄を独占しようとしたといいます。この横の道が西国街道ですが、この道を右近が進んできたわけですね。そうです、そうです。でちょうどこの先にね、あの東黒門が、はい、ありますね。そこで光秀軍と対峙したわけですね。そうです。そして東黒門の向こう側にいる明智軍の先鋒が戸を叩くわけですけども、右近はそれに対してこう突進突撃するんですね。千に満たぬ兵でね、あの明智軍と一番合戦をやって、見事な、ね、合戦ぶりを示したそうですよ。そして山崎合戦の場に向かっていくわけですね、はい、私たちもその合戦の場に向かいましょうか。はい、行きましょう。山崎合戦の日が立つ場所に来ましたが、はい、この辺りで合戦が行われたのですか？そうですよね、あの山が天王山 で、はい、でその裾野でちょうどあの合戦行われたんですけど、あのこの川をね、の我々が立っているところが明智軍のちょうど先方ですので、ここがまあ最前線になって、でここでこうあのまさに激戦が行われた、その合戦場跡ということですよね。天下を分けた戦いが、そうです、まさに天王山の戦いというと、もう何かね、こういろんなところで使われる言葉ですけども、まさにここがもう発祥の地ですよね。兵力は
およそ1万5千の光秀軍に対して、秀吉軍はおよそ4万。兵力に勝る秀吉が勝利し、光秀の三日天下は終わります。戦の後、織田家の後継者などを協議した清須会議において、右近には摂津の瀬郡で3000石、近江で1000石を加えて与えることが決められています。山崎合戦の後、秀吉と柴田勝家が織田信長の後継者の座を争った賤ヶ岳の合戦が起こり、右近は秀吉側で参陣しました。合戦は秀吉本体が留守の間に勝家側が先手を取り、先方の佐久間盛政が奇襲をかけました。右近は守っていた砦が猛攻を受けたことから退却します。この時、隣の砦を守っていた茨城城主の中川清秀が討ち死にしたことから、右近は批判されました。右近は賤ヶ岳の合戦での戦いぶりによって評価を落としたのでしょうか。いやいや、そんなことないんですよ。あの中川勢がね、攻められたのは、はい、あの内部に裏切り者がいましてね、でその裏切り者があの柴田の方に走って、で秀吉の留守であるとか、はい、で手薄な部分であるとか、それをこう全てあの通報するんですよ。でそれであの柴田軍が奇襲攻撃をまあかけてくるので、もう全くあのこう不意打ちやったんですね、はい、でそれの中でもね、あの右近はこう中川勢をこう助けながら、もうあの自分のもう一族であるとか家臣 もう討ち死にしながらね、なんとかあのこう撤退を、もううまく撤退をしたということらしいので、はい、でその後もあの小牧長久手の戦いとか、そういったところで、まあ、右近はあのもうまさに秀吉のね側近のような立場で、まあ、秀吉を助けていくという、まあ、そういう流れになっていきますね。武将としての右近は秀吉からの信頼が相当厚かったのですね。そうですね、まあ、この後秀吉は奇襲攻め、四国攻め、そして九州攻めという全国、ね、あの日本統一のための戦いを続けていくわけですが、その後ずっと、ね、従軍してあの側近として活躍しますんでね、はい。信長が本能寺で倒れた後、秀吉が全国を制覇していきます。この時期はイエズス会を中心とするキリスト教が勢力を拡大させた時期にも重なり、多くの武将が洗礼を受けました。右近は蒲生氏郷や黒田官兵衛らに影響を与え、改宗に導いたと伝えられます。また交友のあった細川忠興、前田利家らもキリスト教に関心を持ちました。右近はキリシタン大名としての地位を確立していくのですね。はい、そうなんですが、天正15年6月に秀吉がバテレン追放令を出すんですね、はい、では右近はどうしたのですか。それで秀吉が千利休を使者に使わせて、右近にキリスト教を捨てよという命令を伝えるんですけども、まあ、右近は、まあ、あのそういう軽々しくあのそういうことを、意思を変えるのは武士の本懐ではないということで断るんですよ。で、まあ、秀吉としてはやっぱり右近を買ってましたんでね、でなんとかこう右近を引き止めたいというふうに思って、まあ、そういう命令をしたんですけども、まあ、それをまあ断ったと、まあ、そういうことなんですね。右近は小西行長にかくまわれ、小豆島に身を潜めることになります。やがて秀吉に許され、紆余曲折の末、加賀の前田利家に迎えられて、利休七哲の茶人として、またキリシタンとして活動を続けました。金沢での右近はどんな様子だったのでしょうか。はい、まあ、秀吉はその後小田原攻めをするんですけども、まあ、その時に前田家の武将として活躍するんですが、まあ、あの激しい戦いと言われている八王子城攻めでも大変活躍をしたんです。
また金沢城と、まあ、城下の総構えや高岡城の縄張りなどは、まあ、右近によるものとされています。まあ、この点、まあ、事実かどうか、まあ、議論の余地があるんですけども、まあ、そういう、まあ、伝承が、まあ、誕生した背景には、まあ、右近が、まあ、武将として高く評価されていたということがあるんだと思います。江戸時代に代わって慶長18年12月、幕府はキリシタン禁教令を発しました。右近は金沢を出立し、坂本から淀川を大阪へ下り、大阪から船で長崎へ送られ、フィリピンに追放されます。右近はマニラで生涯を終えるのですよね。はい、マニラに上陸して40日後に亡くなります。高山右近は勇猛な武将でありながら生涯信仰心を貫いたわけですね。さあ市長、次は何を紹介していただけますか。はい、次は戦国時代の終焉、江戸時代の幕開けについてご紹介いたします。高槻の戦国時代はどんな音色のシンフォニックポエムを奏でてくれるのでしょうか。